持ってるお洋服はおしゃれなのに、お部屋はまるで、ゴミ屋敷、ハンガーラックにはブランド服をかけているはずなのに、なぜかおしゃれに見えてくれない。うわぁ、本当は、アパレルショップみたいなお部屋、で暮らしたいのに、どうして自分はうまくできないんだというのが、ファッション好きな、インテリア難民、共通のお悩みだと思います。おしゃれな人ってさ、服はかっこいいのに自宅は汚いイメージありますよね。これ実は、服好きな人が悪いわけじゃないんです。インテリア的にはっきりとこうなっちゃう理由がありまして。肝になるのはこいつです。大抵悪さをしてるんですよ。お洋服をかける、ハンガーラックがね、本日はアパレルショップみたいに暮らすための、おしゃれな洋服ハンガーラックの選び方特集でございますよ。ほーん、まあワイは服そんなに持ってないから、ハンガーラック不要ですけどね。実はインテリアの世界では、そもそも洋服用のハンガーラックって、あんまりお部屋に置きません。なぜならハンガーラックを置くと、お部屋がダサくなるから。嘘でしょ？おしゃれの象徴じゃないの？誰もハンガーラックを置いていないのである。誰もハンガーラックを置いていないのである。誰もハンガーラックを置いていないのである。とはいえ、これはあくまで基本のセオリー。理屈がわかれば、服好きがおしゃれな部屋で暮らすこと、も不可能ではありません。本日はその謎を紐解いていきましょう。服は詳しくないけど普通に気になります。様子のおかしいインテリア店。もしもあなたが自分で選ぶとしたら、洋服ハンガーラックって、どんな基準で選びます？はいはーい。服はわからないけど、趣味人の思考回路はわかりますよ。ズバリ、お洋服にお金をかけたいから、ハンガーラックはリーズナブルに、なるべく予算節約で間違いなし、コスパ最優先で、なるべく安いやつだー。あーひょっとしてケチるからダサくなるってこと？惜しい。非常に言いにくいことなのですが、わざわざブランド品の高級ハンガーラックを買っても、ダサい時はダサいです。もちろん高級ハンガーに備わっている、アイアン製でかっこいいとか、ヴィンテージ加工がかっこいいとか、そういった素材面でのビジュアル要素も大切ではあるのですが、それ以上に、洋服ハンガーラックは、サイズ選びが超重要なんですよ。おっと、そうきますか。インテリアの世界では圧迫感は死活問題ですもんね。下手に欲張らずに、コンパクトでおしゃれなモデルを買わなきゃ失敗しますわな。逆です。はぁ、お洋服好きなら、アパレルショップみたいに見せたいのなら、超でっかいハンガーラック一択なんですよ。嘘でしょ？様子のおかしいインテリア店。服屋みたいなお部屋に住んでみたい、アパレルショップみたいなインテリアで暮らしたい。これを実現するためには、そもそも目指すべき服屋さんが実際にお洋服をどう扱っているのかを知らなければ始まりません。正論ですな。めちゃくちゃ当たり前のこと言いますよ。実は服屋さんはハンガーラックにお洋服をギチギチに詰め込まないんですよ。アップねー、危うく視聴者様の代わりに消し済みになるところでした。おしゃれな服屋さんでは、ハンガーにはこれくらいの数の服をかけましょう、という基準が決まっております。ショップさんごとのローカルルールはあるにせよ、どんなお店でも守られている基本的な考え方として、洋服ハンガーラックには、高い服ほど余裕を持ってゆったりかける、というのが大前提なんです。ああ、言われてみればそうなのかも。高い服はゆったりと、お安い服はどっちゃりと、アウトレット品は、まとめてワゴンだったりしますもんね。そしてお洋服を売っているショップさんには、そのお店がどれくらい高級店なのかによって、グレード分けが存在します。つまり、最高級がプレステージ、普通がモデレート、最安値がボリュームという3グレードですね。もっと細かい区分けもあるんですが、一般家庭で自宅をおしゃれにしたいよーという目的だけなら3つ覚えれば十分です。ちょっと乱暴になりますが、プレステージがエルメスとかバレンシアガくらい、モデレートがビームスとかユナイテッドアローズくらい、ボリュームが島村とかユニクロ GU くらいみたいにイメージすれば覚えやすいかなと思います。このグレードごとに店員さんがハンガーに服をかけるゆったり具合が違うんですか？その通り。インテリアショップで売ってる普通のハンガーラックってだいたい60センチ幅から80センチ幅くらいのサイズのことが多いんですが、それくらいの一般的な大きさのハンガーであれば、例えば冬物コートの場合、プレステージなら5着、ボリュームなら9着くらいをかけるのが適正とされています。倍くらい違いますね。あーでも確かに島村とかって陳列ギッチギチかも。何が困るかって、せっかく高級なお洋服でもハンガーラックに安物のかけ方をしたら安物っぽく見えるという視覚効果があるんですよ。せっかくビームスで買ったブランド服、島村の密度でハンガーにかけていませんか？お腹が痛くなる指摘ですね。そして服屋さんに行くのに慣れている人ほど、高い服は余裕を持って陳列されているんだなぁという実体験を無意識のうちにたくさん味わっています。服屋の経験値が人より多いでしょうな。服好きほどおしゃれの意識は高いのに、服好きほど服をたくさん持っているから、服好きほどハンガーラックに詰め込みがちなのに、服好きほどギチギチに詰め込まれたハンガーラックは安物のフォーマットという事実を経験上よく知ってるから、片着の人間以上に自宅のハンガーラックの残念さを敏感に感じ取ってしまうんですよ。なんやこの地獄。ファッションを愛していれば愛しているほど苦しみが増えますな。とはいえ、いくらうちがインテリアチャンネルであろうと、趣味人の人気として、服好きな方に対してハンガーラックの見栄えのために服を増やすなというご提案はできません。いつもインテリアより趣味に重心が寄ってるよね。ですのでは、いから言えることはただ一つ、60センチ幅のハンガーラックよりも120センチ幅のハンガーラックを使えば2倍の服がかけられるぞ。それだけです。力こそパワーじゃねえか。様子のおかしいインテリア店。というわけで、インテリア好きがハンガーラックをあまり積極的に使わないのは、これが原因なんです。普通の感覚で服をかけるとギチギチに詰め込みがちなので、よほど意識を徹底しないと、おしゃれに見える分量を維持できないんですよね。まあ、無理でしょうな。Y はファッション好きではありませんが、それでも仕事用とか冠婚葬祭用とかの服で、押し入れが埋まってます。でしょでしょ。服の管理って結構難易度高いんですよ。ですので特にこだわりがないのであれば、最初からお部屋にハンガーラックは設置しない。設置するけど服じゃなくて雑貨のディスプレイ用に使う、みたいなのがベター案になったりするんです。でも今回は、特にこだわりがある、タイプの視聴者様を
を想定したお話なんですよね。そう、服好きじゃないのに、とりあえずで設置する洋服ハンガーには大いに異議を唱えますが、ファッション大好きな方が、かっこいいハンガーラックで、毎日お気に入りのお洋服を選んで着る暮らしに憧れるのはとっても尊いことだと思います。ワイもオタクの端くれとして、よく知らない趣味にも理解を示したいところです。ハンガーラックのサイズを適正にすべし、それにかけるお洋服の量を適正にすべし、ここまで理屈がわかっているなら、あとは知識と努力でたどり着けます。おしゃれなお部屋は、リラックスとプレッシャーのバランスが2対1。たとえ圧迫感のある巨大なハンガーラックを置こうとも、それ以外をリラックスにしてしまえば、ハンガーラックがメインディッシュのお部屋として十分成立します。ゴールがあると分かっていれば頑張りがいがありますよね。お洋服が好きすぎてゴミ屋敷に住んでいる方にこそ、その好きな気持ちを力に変えて、おしゃれなハンガーラックにチャレンジしてみてほしいところですね。様子のおかしいインテリア店。それでは本番、具体的なアプローチに参ります。はい、まずは大前提、基本の確認として、ファッション好きなら自宅で過ごす時間のうち、ハンガーラックと関わっている時間が相対的に長くなりがちです。アニメ好きならソファーと関わってる時間が長い、漫画好きなら本棚と関わってる時間が長いみたいな感じですね。であるからして、服好きだからハンガーラックに投資しようという判断自体は確かに理にかなっているのですが、幅の狭い高級品は上級者向きです。前述の通り、幅の小さい高級品を買うよりも、同じ予算で幅をビップサイズにする方が望んだ暮らしのイメージに近づきやすいと思われますので、予算の範囲内で、できるだけ効率のいいチョイスをしていきましょう。予算は大事だから、理想への伝導率が高い投資をしようぜって理屈ですね。その上で、具体的なハンガーラックのサイズです。先ほど60センチ幅より120センチ幅がいいと言いましたが、この120センチには意味があります。意味ってどういうこと？ズバリ、アパレルショップさんがよく使う、ハンガーラックの規格サイズが、120センチ幅なんですよ。そうなんだ。60センチ幅や80センチ幅などの一般家庭によくあるサイズと比べて、120センチ幅はたくさん服がかけられるだけでなく、圧倒的に、ショップっぽい第一印象を感じさせてくれます。ほほー。例によって、服好きな方ほど服屋さんの店内をたくさん体験していますから、120センチ幅のハンガーラックを自宅に置くと、想像以上にアパレルショップみたいという実感が感じられると思いますよ。服屋さんに限らず、ショップっぽいってのはテンション上がりますよね。ですので、当チャンネルではビッグサイズ、特に120センチ幅を基準として解説させていただきます。横幅120センチのハンガーラックの場合、最高級のお洋服プレステージっぽく見せられる収容数は次の通りだ。コートなら8着、ジャケットなら15着、ボトムスなら20着、ワンピースなら15着。これくらい。わっはっはっはー。そんなでっかいハンガーに、コート8着とはしんどいのー。あくまで基本なので、お手持ちのお洋服の、実際のボリューム感と相談しながら、バランスを微調整してくださいね。複数アイテムを混合でかける場合も、基本の数量を元にして、ご都合に合わせて自由に割り算してくださいませ。コートだけなら8着、ジャケットだけなら15着。ってことは半々で、コート4着とジャケット7着のミックスでも大丈夫やろ的な。OK です OK です。なおカット層やニット類の規定数がありませんが、ショップでは畳むのが基本、だからですのでご了承くださいませ。あ、そっかなるほどね。どうしてもハンギングしたい場合は、ジャケットで15着なんだから、カット層も最低15着はいけるやろ、みたいにうまく応用してください。究極はいい感じに見える数こそが正解なんだろうけど、それが感覚でわかるなら、最初から苦労しませんものね。そういうことなのです。理屈があるなら理屈を有効に活用するのです。そしてご注意ですが、この規定数以上に、服を買ってはいけないわけではありません。押し入れに片付けとく分とは別の、ハンガーラックを眺めながら、お酒を飲む用のお洋服はこれくらいの数に絞ると、お部屋が素敵に見えやすいよというお話でございます。否定はせんけど本当によくわからん世界やな。ああ、質問。最高級のプレステージ、エルメス級じゃなくて、中くらいのモデレート、ビームス級の密度で、ハンガーにかけていい服の数の例はなしなんですか？それねー、Y も実際にやってみたんですけどねー。店内の全ハンガーが、ビームス級に統一されてるショップ様と違って、一般のご自宅でハンガーラック1台でやるなら、ビームス級ではちょっとインパクトが弱いのよ。言われてみればなるほど、自宅でビームス級のフォーマットで妥協すると、理論上は合ってるはずなのに、期待したほど感動しない、感じになってしまいがちです。なので個人的なおすすめとしては、まずは無理してでも、エルメス級で飾ってみて、ショップ風のマイルームで暮らせる衝撃を、最初に一度体験してみてほしいですね。あぶれた分のお洋服は、一旦押し入れにでも詰め込んでおけばいいと思うのー。こーらー、様子のおかしいインテリア店。120センチ幅がいいのは分かった。だけど、どこのブランドの120センチ幅ハンガーラックがいいのかわからない。そうですね。ファッションのブランドに詳しくても、ハンガーラックのブランドに詳しい方は少ないでしょうね。実はインテリアの世界でも、家庭用サイズで120幅ってだいぶでかいので、そんなにどこでも取り扱ってません。ちゃんとしたブランドさんのおすすめ品だと、ぶっちゃけほとんど網羅できちゃうので、端から全部載せときますよ。よろしくお願いします。イカピー、コートハンガー1200。古代特化の株ブランド、イカピーさんの質実剛健なハンガーラック。セーブの効いたは全て一点もので、物によって素材感が少しずつ異なります。個人的にも愛用中。アデペッシュ、アイアンハンギングスタンド L。どんなお部屋にでも合わせやすいシンプルさと、品質に対するお値段の優しさが嬉しいアデペッシュさんの大人気アイアンラック。リーズナブルだけど素材感は抜群で、キャスターまでついている。界隈で最もコスパのいい120幅ハンガーだと思います。セレクター、ワードローブ。おしゃれと実用性を両立するエレクターさんのごっついハンガーラック。よく見る銀色のラックを、そのまま超絶おしゃれにした、みたいな面白いモデルです。インダストリアルインテリアとの相性が特に良し。ノットアンティークス、ブーチハンガーラック。赤家具の男前インテリアラインノットアンティークスの木材オーネハンガーラック。優しいテイストにもかっこいいテイストにも合わせやすい万能選手。派手ではないけどありそうでない貴重なデザインです。
以上、120センチ幅のおすすめハンガーラックになります。お考えの通り、120センチ幅は存在そのものがレアすぎて、あまりモデルが選べません。人の心を読むな。基本的には、120センチ幅の中に好みのモデルがあるのが、一番ラッキーですが、ぶっちゃけお高い買い物ですし、もっといろんな選択肢からチョイスしたい、というのも人情でしょう。ということはつまり、近いところで、インテリア的にありなおすすめ品を、追加でご紹介しておきます。いえいえ、情報はケチらず出し尽くしてください。ではでは、120センチジェスト以外、のおすすめ品もどうぞ。イカピー、コートハンガー線。同じく古材の家具ブランドイカピーさんの質実合金ハンガーラック。前述モデルより少し小さくて天板が増えてキャスターも付いているバージョン。100センチ幅にはなりますが十分大きく。こちらの方が万人向けで扱いやすいです。ハモサ、カイルアハンガーラック。何を作っても安くてうまいハモサさんの渋銀だっしりハンガー。存在感あります。男前インダストリアル西海岸などアメリカ系のインテリア全般と特に相性良し。少し人を選ぶ武骨なデザインですが好みが合えばかなりお値打ちです。ノットアンティークス、グリッドハンガーラック。同じく石家具の男前ラインノットアンティークスのロマン砲。ハンガーというかもはやクローゼットだし値段もバカ高いんですけど、この感じ、憧れてしまいませんか。このあたり、100センチ幅にはなりますが、各々独自の魅力を持っています。アパレルショップさんだって120幅しか使ってないわけじゃないんで、この選抜メンバーたちなら十分以上に素敵に見えますよ。あいあい。そしてさらに、アパレルショップより上を目指したいという、愛すべき大バカ野郎のために、天井陣用のおすすめハンガーも乗っけときます。おほほ、自分は買わないけどめっちゃ興味ある。でかいし超高級だし、インテリアオタクだって、わざわざここまでは買わないんだけど、お洋服と心中したい、タイプの方は熱くなりすぎない程度にご参考にしてくださいませ。アルテック、キーラコートラック。北欧家具の超名門アルテックさんのデザインハンガーラック。ナチュラルすぎず武骨すぎず何にでも合わせられて圧迫感もなし。小物などを引っ掛けられる相手と着てたままのフックも、機能美を感じさせるやりすぎないオシャレで非常に好感度高し。アルテックってちっちゃいスツール1個で3万円4万円する超高級ブランドなので、特大ハンガーラックが10万円切ってるなら、むしろ安いです。アクメファニチャー、グランドビューハンガーラック。アメリカンヴィンテージ家具の老舗アクメファニチャーがかつて販売していたオーパーツ。木材やアイアンの素材感もさることながら、圧巻なのは、その幅なんと140センチ。バカなの。全体のインパクトに目を奪われがちですが、キャスターがアイアンと同色の黒というのはとても気が利いています。足元だけ銀色キャスターだとは埋め立ちしちゃうので、細かいようで非常にありがたい工夫。高すぎたせいか現在廃盤ですが、まれにリサイクルショップやオークションサイトに出回ります。万が一見かけたらいらなくても買いましょう。ステラワークス、ホストムーバブルワードローブ。ホテルの客室家具なども手掛けるデザインチームステラワークスが誇るアパレル戦車。洋服ラックだけでなくバッグやアクセサリーなどを自由に置ける。ディスプレイ棚や姿にミラーの機能まで搭載した欲張り仕様。ショップみたいなインテリアを通り越して、このハンガーラック単独で。ちっちゃいアパレルショップが完成している異次元の家具です。ただしお値段は悶絶レベル。151センチ幅だけどミラーとかあるから端まで服をかけられない。趣味のゴンゲ。以上、インテリアの視点で見て、超強力な戦士たちです。いやはや棒が深いですな。ヤジ馬根性で見てるだけでも楽しいです。まあ最後のうん十万円は無茶にせよ。本日ノミネートしたモデルたちはどれも、家具好きの感覚で、品質に対するコストパフォーマンスがいいな、と感じる商品を厳選しております。今後のファッションライフを一生底上げできますので、趣味活全体の予算配分と相談しつつ、ご検討いただけたらと思います。家具の世界で一生ものって言ったら、本当に一生ものですんで、ファッションの世界では嘘みたいな言い方やめろ。なお、ご自宅ですでに使っているハンガーラックがある場合、ああそういう人もいますよね。気にいらないけどとりあえず使ってるみたいなやつなら、いつか買い替えの際に高級ハンガーラックを検討の候補に加えていただけばいいのですが、気に入ってる60センチ幅のハンガーがあるんだよみたいな場合、その方はここまで辛い思いをしながらこの動画を視聴してくださっていたのかもしれません。これからも使っていきたい60センチ幅ハンガーがすでにある場合は、同じモデルの60幅を買い足して横に並べるという技でもかなり戦えますので、ああ同じデザインならセットみたいに見えるから隣に追加で並べるだけで自然に容量アップできるってことですね。お手持ちの家具への愛着や目指す理想の暮らしご予算などに合わせてご検討くださいませ。決して無理をしないように。あいあい、様子のおかしいインテリア店。というわけで、様々な理由により服好きならでかいハンガーラックがおすすめですよ、というお話でした。やんやんやんや。基本的にはせっかくブランド服を持っているならちゃんと高級層に飾りましょうよ、というご提案なのですが、島村や GU のようなプチプラックをエルメスのように飾って高見えさせることも可能ですので、ほっこうそれは愉快かもしれません。ミニマリストさんの洋服ラックが大抵かっこいいのと同じ理屈かもね。お手持ちのお洋服に関わらず、ご自身の生活スタイルに合わせてうまく知識を活用していただけましたら幸いです。それではまた機会があったらお会いしましょう。素敵なファッション生活をバイ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 。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。